勝負の神は細部に宿るって言われてるけど、女性受けがとにかくいい。せっかく服高いのにハンガー安もんってちょっとあれじゃないですか。はい、本日はですね、1万円台でもらって嬉しいプレゼントというのをやっていきたいなと思います。ということで、そろそろバレンタインが近いんですけどもね、ここの視聴者さん 95% 男です。やのにメンズに対してなんでバレンタインの動画出すかというとですね、わかりますよ、皆さん直接欲しいもんって奥さんとか彼女に言えないじゃないですか。だからこの動画をクリップとかで切り取ってね、見せてください。あのこんなん欲しいなって言いづらい時はね、黙ってこの動画を送ってくれたら、あ、何が欲しいかというのが分かりますので、そういう時の動画として役立てていただければなということで、まあ、本当にメンズがね欲しいと思っているようなものとか、もらったら嬉しいんじゃないかというものをねピックアップさせてもらいました。でちなみに今回は女性から男性に渡すって考えたら、まあ、1万円台ぐらいがいいかなということで、2万円以内でねプレゼント何がいいかなということで考えていきます。ちなみに僕やったら嬉しいなっていうのをこの7個なら選べさせてもらいましたので、まず1つ目からいこうと思うんですけども、1つ目は何かというとですね、やっぱ香水、僕はおすすめがこれですね。こちらイソップの香水なんですけども、このモデルね、これが一番匂いいいです。っていうのも僕ね、これつけて銀行とか行くじゃないですか。ほんな銀行のお姉さんがね、すいません、めちゃくちゃいい匂いされてるんですけど、何の香水つけてはるんですかって聞かれたりもしたことあるぐらい、女性受けがとにかくいい。で他にも気に入ってる香水あるんですよ。ジョーマローンとかね、あとはなんかシャネルとかもね、何個か持ってるんやけども、その時はあんま何も言われんけど、この時マジで女性受けいいし、特に視聴者さんと会う時とかって結構僕これつけるんやけども、だいたい奥さんとか彼女さん、視聴者さんの奥さんとか視聴者さんの彼女さんが、タグドさんめっちゃいい匂いしたって言ってくれるんですけども、なんでかって言ったら僕匂い臭いんやけども、このイソップの匂いが良すぎてお褒めのお言葉をいただきます。これ大体1万5000円ぐらいやったと思います。 50ml かな。でこれ僕はねもう家に2本ぐらいあるし、これオフィスにもあるんで、どこでもつけれるようにもう3本ぐらいね常にストックしております。でこの匂いばっかり言ってね、正直僕は飽きるんですよ。飽きるけども評判はめっちゃいいんでね、まあ、今もね撮影する前で大体いつもつけるんですよ、気分上げるために。まあ、イメージ的にはどんな匂いなのな、なんかこうなんか天然感のあるというかね、そういう人工っぽさの全くないような、男性でも女性でもどっちでもいけるような感じで、あのちなみにうち嫁像もねこれ一緒に使ってますので、香水はいいんじゃないかと。大体1万5000円ぐらいです。で次にねおすすめっていうのが、2つ目っていうのが、やっぱり男性といえばねこのあたりでしょ、筆記用具とかボールペンとか仕事用具っていうことになっておりまして、僕これ全部もらったやつです。ちなみに一個一個紹介していくと、これはね教員やってた時のなんか備品でもらいましたね。でこれはね、あの担当してる子じゃなかった、僕の教員時代の担当してるクラスの子じゃなかったんやけども、違う学年の子がね修学旅行行った時に、はいこれ先生にプレゼントって言って、少ないお小遣いからねわざわざこれ買ってきてくれたんで、これも思い出に残ってるやつで、でこれはね藤原さんっていうジョンブルのね店員さんにね、チャンネル登録10万人行った時に記念でもらった、これパーカーかな、ちょっとどこのブランドか忘れたけども、ボールペンです。そしてこれはね、あの僕が学校の先生になった時やから、もう10年ぐらい前なんやけど、弟にね、おめでとうって言ってねボールペンいただきました。これもパーカーっていうブランドやったと思います。パーカーかな、分からん。でこれは小学校の時にばあちゃんにもらったボールペンやけど、これ何のボールペンか分かりませんけども、まあ結構高級ボールペンってだいたい1万円とか1万5000円、まあともすればねいいやつやったら3万4万ってしたりするけども、そういうのと、まあ一緒にねこういうモレスキンのノート、でモレスキンって皆さんこれ知ってます？あのシールベタベタ貼ってるから、これは汚くなってるんやけども、このノート、あのピカソも愛したって言われてるぐらいずっと昔から使われてるノートなんで、これと一緒にボールペンも添えてやってあげると、一気に男の人がね仕事バリバリできるようになって、収入が上がるとか上がらんとか言われたりしますのでね、まあそういうちょっと文房具をお渡しするっていうのもいいんじゃないかなっていうことが2つ目になっております。モレスキンが3000円ぐらいで、ボールペンが1万5000円ぐらいから、まあ2万はいかんかなっていう感じですね。で3つ目っていうのが何かというと、やっぱこれから新生活に向けてね、まあ、リュックとかって考えると、およそ2万円以内やったらこれが一番いいんちゃうかなと思ってるのが、このアークテリクスのマンティス26っていうリュックが一番多分コスパ的に考えていいかなと思います。もちろんそれはね3万4万超えてきたらもっとええバッグいっぱいあるんやけども、これ確か1万9000円とか2万円ジャストぐらいでね買えるバッグにしては相当優秀です。まあただシーン的にはスーツとかではちょっと厳しいから、まあ息子さんとかのまあ高校祝いとかね、あと大学祝いとかでこう買ってあげるとかね、あの甥っ子とかのね入学祝いであげるとかは結構いいんかなと思うんですけども、非常に使いやすいです。で使いやすいのって、まあこれのマンティスの時いつも言うんやけど、中がグレーやから物がめっちゃ見やすいっていうね、こういったボールペンだとガラガラって入れてもグレーやからめちゃくちゃ見えるんですよ。でもこの中が黒やったらもう何が入ってるか全く分からへん状態になるっていつも言ってますけども、中から腐ったね、あのカビが生えた食パンとか出てくる可能性がありますのでね、まあ、それは気をつけていただきたいというところで、リュックやったらまあこの辺かなと思います。で次4つ目っていうのが何がいいかというと、僕結構するんやけど、結婚祝いとか
の時にね、大体開けるもんって決まっててね、これちょくちょく動画でも紹介しますけども、こう中田ハンガーっていう兵庫に、ね、ある木の機能専門のハンガーのお店があるんですよ。工場かな。だから僕お店は行ったことないけど工場があってね、そこでよくオーダーするんですよね。で、まあ、これは自分用ですよ。あの YouTube 卓造ってここに書いてあるけども、それ以外にあったらこのジャパンメディアって書いてるハンガーもあったりするんですけどもね、友達とかにはね結婚祝いとかで開けてます。例えば、山田くんやったら山田夫婦おめでとうみたいな感じでね、あの英語で書いたりとかして、でこういう高級ハンガーだいたい1本5000円ぐらいするんですけども、まあ高いやつだったら1万円ぐらいしますけどもね、なかなかこんなに自分で買おうと思わないんじゃないですか。だけどもプレゼントでもらったら服好きな人って嬉しいんですよ。で大事な服ここにかけようかなとかって思ったりするから、これ僕いつもおすすめしてますけども、あのいいかなと思ってます。あのこういうね、ほんまにジャケットだけかけるようなこの下のついてないものもあれば、こういう下のついてるパンツをかけれるタイプもあったりするんですけども、まあ、基本的に僕はあんまりこのパンツのやつ使わないんで、こっちでねいいんちゃうかなとは思ったりしますけども、でまあね、木のハンガーのいいとこって形変わらへんのでね、ずーっとこれ長持ちするんですよね。だから何年経ってもそういやこのハンガー結婚祝いでもらったよなとかね、何年経ってもね、あああの時プレゼントもらったよなって思い出せるんですよ。だから僕結構もう何人かの結婚祝いであげてますけども、まあこれはね いいんじゃないかなと。せっかく服高いのにハンガー安もんってちょっとあれじゃないですか。だからまあそういうところがええかなっていうところがあったりだとか、あと次がねやっぱ小物系ですね。やっぱこういったね革のアイテムって男の人は大体好きやからね、こういうのいいんちゃうかなと思います。これはちなみにね、あのスローっていうブランドのね、メイドインジャパンのブランドなんですけど、確かこれをもうプレゼントしていただいたんですけども、嫁にねプレゼントしていただいて、今はもうこれバッテリーリレーになってますけども、カメラのバッテリー入れたりとかしますけども、こういう感じとか、あと普段使ってるのとかやったらこれ財布なんですけどね、まあこれは僕が使っあの作ってるやつなんやけども、たまたまね今現金がちょっと入っておりますけども、普段は基本的に千円札が 1,2 枚しか入ってないっていう感じですね。でちゃんとエアタグも入れてますよ。なくすからね、エアタグも入れてたりするということがあって、ちなみにこれヌメはね今完売中で、次回入荷が3月か2月なんですよ。でそれでもう一旦しばらく終了です。でちなみに3月21日がスーパー転写日で、めちゃくちゃ縁起いい日らしいので、そこまでには入荷できるようにって考えてるので、入荷できてもほんま少量しかできないので、次は夏以降とかになっちゃうかもしれないですけど、そんなんがあったり、あとこういう旅行とかに持っていけるようなポーチとかね、あります。まあこんなんも作ってるんですけど、まあこれは僕またカメラのバッテリー系入れてるんですけどもね、そういうのを入れたりとかしてるっていうことで、革製品なんかもね非常にいいんじゃないかなと思います。男の人結構開けたら大事に使いますよ、革製品はね。でいいかなっていうことがあったりだとか、あと次がですねアクセサリー系で、アクセサリー系も趣味結構出るんですけど、きり言うとね、女子ってねこういうの嫌いでしょ。こういうねごちゃごちゃしてるの嫌いだと思うんですよ。これめっちゃいいやつですよ。芸能人とかもつけてるやつだけど、こんなんあんま好きじゃないし、もっと言うならこんなんも大嫌いと思うんですよね。だから女子が多分好きな感じっていうと、もう僕が普段つけてるようなね、こういうのがお好きだと思うんですよ。ほんまなんもない感じで、たまにトップとかつけたい人とかはこういうね結婚指輪とかをつけてはる人もいてるんですけども、結婚指輪とかをこうカーンってつけてあげて、まあ、先っちょにトップがあるという使い方もできるけども、まあ、これなくしたら知りませんよ。なくしたらこれもんですよ。めちゃくちゃ怒られるからね、知らんけども、まあ、そういう使い方もできるということで、まあ、僕は普段45センチをこんな感じでつけてたりとか、あとはブレスレットはね18をつけてますけども、まあ、僕ちょっと腕とか細いんであれですけども、まあ、今日みたいなねオールブラックみたいな時とかやったらこうワンポイントなるので、まあ、普段なんか旦那とか彼氏が無地ばっかり着てるとか、なんかシンプルな服ばっかりモノトーンばっかり着てる時とかアクセントになっていいんじゃないかなっていうところでね、ちょっと入れさせていただきました。なんでだって僕も真剣に作ってるやつですのでね、ちょっとこんなん入れさせてくださいよということなんですけども、最後じゃあ何にするかというと、まあ、最後ね僕らしくノースフェイスで最後締めたいなと思うんですけども、ノースフェイスの中でもね1万円台ってなると結構迷うんですよ。でいろいろ迷ってボディバッグとかで5000円ぐらいがいいかなとかと思ったけど、やっぱ全部1万円台で考えたら、まあ、このジャケットがいいかなと思います。ただ用途はかなり限定してるけども、具体的に何かというとコンパクトジャケットっていうジャケットで、もうお子さんとかに買ってあげてください。まず一番最初のノースフェイスではいいんちゃうかなと。はっきり言ってノースフェイスのね性能を感じようと思ったら3万円超えるのは無理なんですよ。だから3万円以上ってなってきたらおすすめのジャケットもいろいろ出てくるんやけども、まあ、まずノースフェイス何着たらいいですかって分からへん人からしたら、まあ、まずこのコンパクトジャケット1万5000円ぐらいで、確か買えると思います。そうですね、1万4000円の消費税で買えますので、このあたりが一番いいんちゃうかなと思ってます。っていうのも特にこう機能性とかもないんですけど、だからって言ってね劣化もしないんですよ。だから春先とかにパッて羽織るぐらいやったらね全然問題ないかなと思います。一回ぐらいまで締めてみましょうか。まあ、こんな感じですね。普段からノースフェイスいっぱい持ってはる方は全然飛ばしたらいいと思うんですけども、まあ、初めて買うよとかっていう方とか、初めてお子さんにあげるよっていう方なんかはね、まあ、このコンパクトジャケット使わせて、まあ、どうかなって反応見せて、別に防水とかじゃないけど多少の水弾くし、まあ、それでいてクシュクシュこうちっちゃくもなるし、ほんで劣化もせえへんから、まあ、ずっと持ってるじゃないですか。って考えたら、まあまあ1万円台やったらこれでいいんちゃうかなっていうことでね選ばせていただきました。まあ、リュックとかもいろいろ靴とかも考えたんですけど、ちょっと
とまあこれがまあ1万円だといいんちゃうかなっていうことでちょっとまあ出てきたということなんで、最後振り返っていくとね、まあまずは香水ですよね。この香水はいいですよと。でその次にやっぱりパーカーとかね、僕はよくパーカー使ってますけども、それ以外にやったらねモンブランとか有名なあの高級ボールペンありますけど、そういうのとか、あとまあこのモレスキンのノートね、こんなノートとかもありますので、これはハードケースでね、実はこの裏側のところにポケットがあるんですよ。でこのポケットのところに僕の大事なメモが入ってるんやけどもね、こんな入れたりもできると。で他は次リュックですね。アークテリクスのリュックなんかもね使い勝手がいいので、まあ、特に際立った機能はないんですけども、まあ、1万円内でリュックやったらもうこれかなと思っておりますと。そして次はハンガーですね。ハンガーもやっぱりほんまにおしゃれな人らはあのこういうハンガー使ってないんですよね。ちゃんとこういう洋服をいたわるようなハンガー使ってるので、勝負の神は細部に宿るって言われてるけど、やっぱこういう細かいところまで見れるっていうのがね、一番大事なんかなということで選ばせていただいたりとか、あとそれ以外にあった革小物ですね、まあ、こういった栃木レザー使ってるね、こういうスローのやつとかね、よかったりするかなと思うし、まあ大体メンズの人はねそういうの好きです。だから黙って革を渡しといたらね喜んで使ってますので、そんなんもいいかなということであったりとか、あとはアクセサリーですね。このネックレスとかこういうのとかもね、シンプルな感じでいいんじゃないかなっていうことがあったり、そして最後はねこうノースフェイスのジャケットっていうところでいくと、まあ、この辺りが、一番使い勝手いいんかなというふうに思っておりました。ということでね、あとは皆さんの方でね好きなとこを切り取っていただいて、下のクリップってあるでしょ。でそのクリップで何分から何分まで切り取って、それ嫁さんとかに送るんですよ。送っといたら、あ、今年はあんたこれ欲しいねなって言わんでもわかるじゃないですか。とか中途半端なチョコもらうぐらいやったらもうこれくれよってなるじゃないですか。だってチョコをもらった時のお返しの方がでかいんですよ。お返しに何万も返させられるけどもね、チョコなんか最初もらうのは1000円とか2000円しかもらわんのに、返す時なんか2万とか3万とかで返さなあかんから、もうそうやったらまあ1万円ぐらいでね、ちょっと僕これ欲しいなっておねだりしといて、まあ、返す時も同じぐらい、まあ、2万円とか2万5000円ぐらいで返したらね、平和にバレンタインホワイトデーが過ごせるんじゃないかなということで、今回1万円台でもらって嬉しいプレゼントっていうのをね、あくまで独断と偏見で選ばせていただいたということになっております。ということで本日はですね珍しくこんな感じで撮らせていただきましたので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。卓造のメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。